吉田正尚、本日4打数4安打で打率3割9厘まで上げる。やっぱこいつ本物やわ。1試合休養したら羽生えてて草。休養って大事なんだな。定期的に調子落として休養日取ってから固め打ちするよな。シーズン成績は安定してるけど、シーズンの中では好不調の波激しいよな。春先以外波は激しくないぞ。不調期間来ても割とすぐ復活する。そういう印象だから、春全然でもなんとも思わなかった。ビシェットが2打席凡退で、首位打者が目の前まで来たな。こいつ WBC で MVP の活躍して、なおかつこれやから、控えめに言って神やぞ。吉田、古巣の後輩に LINE でアドバイスして、首位打者にしといたぞ。数字落ちてきたらグリモン狙えばいいんだから楽なもんやで。代表のクリーンナップが活躍しまくってて嬉しいわ。首位打者吉田、本塁打を大谷で行こう。